ハインリ・ヒラインハルト1922年1月31日ウィーンは20世紀初頭のオーストリア・ハンガリー帝国で成功したオペレッタの作曲家。ハンガリー王国において宝石賞の息子に生まれる。ウィーンに上京してウィーン楽友協会音楽院に進学し、アントン・ブルックナーに作曲を指示。熟練したピアニストやオルガニストとなるが、 数々の楽器に通じていたことから後に、作曲や編曲で優れた、還元楽法の手腕を発揮した。1890年から1900年にかけて、数々の歌曲やピアノ曲、サロン音楽に加えて、歌劇、愛の女王を出版している。また、音楽評論家や音楽ジャーナリストとして、ウィーンの数々の新聞に寄稿したが、最初のオペレッタ、 かわいいお嬢さんが大成功を収めると、分筆業を止めた。かわいい女中さんは、声楽や舞曲の喜劇的な様式に、明らかなように、ウィーンのオペレッタの黄金時代から白銀の時代への移行期の始まりを告げるものとなった。しかしながら、その後のたくさんの作品は、エドムント・アイスラーや、フランツ・レ・ハール、オスカー・シュトラウスや、レオ・ファルラのオペレッタの影に隠れた。 1914年から1922年までオーストリア作曲家組合の会長を務めたデイプリング墓地のラインハルトの墓、ありがとうございます。